はい、どうもゆうたです。今回はですね、ちょっとあるところがクラック入ってしまったので、ちょっとね、外して溶接をしてもらいました。そちらをちょっとお見せします。はい、ですね、この前のバネ交換の動画見てもらっている方はもう知ってると思うんですけどね、ここね、タワーバーの付け根がちょっと割れてしまって、クラック入ってしまって、タワーバーがね、全然効いてなかった感じだったと思います。で、割れてた時の動画は今ちょっとそちら出しますね。先にそれをちょっとじゃあご覧ください。しかも撮ったら見てよこれ。割れちゃってるわ。意味ねえじゃんこれ。ほぼ。っていう感じなんですよ。で、友達がちょっと溶接してくれたやつがあるんで、そちらもちょっとご覧ください。っていう感じでね、こんなにも塗装もね、めちゃくちゃ色合ってるよね。これすごいね。こんなガッチガチに太くなって強化されて帰ってきちゃいましたよ。いやいやいや、あの友達ってバイクの動画でたびたび出てくるあの CBR の250の友達なんですけど、がね、溶接できるんで、ちょっとねやってもらって、塗装までしてもらっても最高ですね、これ。ちょっとね、他の、このクロスタワーバーじゃなくて、他のここの下だけのね、やつ、頼もうかなって思ったんだけど、溶接してくれるって言うんで、ちょっとこれで様子見て、これでもダメだったら、買い替えようかなと思うんですけど、これでちょっとね、つけてみましょうかね。よいしょ。はい、ほんじゃね、ちょっと、つけて、います。あ、でもあれどこやったっけ。あれがないな。よいしょ。さあ、フッティングがどうかですよ。ちゃんとつくか。おほ。
つくね。ちゃんとつくね。ちゃんとつくよ。で、ネジ山も、あ、見える。いや、完璧だね。マジで神じゃない。いや、これはもう、がっちり完璧でしょ。いや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 、すごいね。よいしょ。はい。で、これが、見つかったので、刺していきます。あほー、ガバガバですね。ガバガバそうね。ふにゃふにゃでも入りますよ、これ。誰がふにゃちんや。ある程度、あ、ワッシャーがこれ逆じゃん。わくっそ、しくった。はい、こんな感じで取り付け終わりましたよ。いや、ガッチガチだわ。なんかね、結構キシキシ言ってたんだけど、緩んでたせいなのかもしれないね。これでもしかしたらギシギシ言わなくなるかもしれないんで、ギシギシずっと言ってたんで、ずっとクラックただの重い棒になってただけだったんで、これでまたちょっと乗り味変わってくるかもしれないですね。はい、ってな感じでーす。